健太さん？あ、健太さんって言いました、はい、ごめんなさい、あの聞き間違えました、カンタです。はあ、こんにちは、日本語リンゴのカンタです。カイです。皆さん、間違えるって言葉知っていますよね。知ってますよね。 Make a mistake ですね。うん、実はこの間違えるっていう言葉は他の言葉と一緒に使うことができるんです。例えば聞き間違える、これは聞くと間違えるが合わさった言葉です。うん、英語で言うと hear something wrong ですね。この間違えるというのは something wrong という意味になります。ここには動詞のマス形のマスを取った形が入ります。他にも例えば見間違える、見間違える、これは見ると間違えるですね。なので see wrong という意味です。うん、ねえ、このカバン1000円だって。え、そんなに安いの？なんで1万円じゃん。え、あれ見間違えちゃった。発音の注意ですが、ピッチはこんな感じになります。聞き間違える、見間違える。ではいろいろ見ていきましょう。はい、聞き間違える、 hear something wrong。 はい、健太さん。はい、あ、はははい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 、健太さん？ん？あ、健太さんって言いました、はい、ごめんなさい、あの聞き間違えました、カンタです。はあ、書き間違える、 write something wrong。 ねえ、カイ、ん？カイ、野球っていう漢字書けないの？いや、書けるよ。ほら、本当だ。でもこれ間違えてるよ。え？あ、書き間違えちゃった。他にも読み間違える、言い間違えるとかいろいろあります。寒いね。それな、なんかあったかいところに行きたいな。そうだね。あ、パリ行こうよ。パリ？いいけど寒いよ。いや、パリじゃなくてバリ。あ、バリね。インドネシアの、インドネシアのバリね。ああ、聞き間違えちゃった。え？飛行機800万円もするの？え？それはありえない。ちょっと見して。ん？あ、800万円じゃなくて800万インドネシアルピア、インドネシアの通貨だ。だから6万円ぐらい。なんだ、見間違えちゃった。はい、今日の動画はここまでです。はい、今日出てきた言葉が使えるとすごく自然な日本語に聞こえます。ぜひ今日から使ってみてくださいね。この動画が良かったらいいねとコメント、そしてチャンネル登録もうね、ん？チャンネル？あ、チャンネル登録だ。そこは言い間違えないで。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。この3年？